アルビノ、アルビノ、アルビーノは、動物学においては、メラニンの生合成に関わる遺伝情報の欠損により、先天的にメラニンが欠乏する遺伝子疾患がある個体である。この遺伝子疾患に起因する症状は、先天性白皮症、先天性色素欠乏症、白子症などの故障がある。また、この症状を伴う個体のことを、発火個体。 シラコ、白子、ラコ、シロコなどとも呼ぶ。さらに、アルビノの個体を生じることは、発火、白火、発火、あるいは、発火現象という。一方、植物学では、光合成色素を合成できない、突然変異個体のことである。このような個体は、独立栄養が営めないため、種子中の栄養を使い切ってしまった時点で、固視することになる。本では、 主として、動物学用語としてのアルビノについて解説する。先天的なメラニンの欠乏により、体毛や皮膚は白く、動向は、毛細血管の透過により赤色を呈する。劣勢異例や突然変異によって発現する。広く動物全般に見られ、白ウサギや白蛇が有名である。ほとんどの場合、視覚的な障害を伴い、日光、 特に紫外線による皮膚の損傷や皮膚癌のリスクが非常に高い。また外部から発見されやすく自然界での生存は極めて稀である。そのため、しばしば神聖なものやあるいは逆に強調とされ、進行の対象として恐れられる。また、干渉用としても人気がある。なおアルビノは正常な遺伝情報により発火した白変種とは異なる。人のアルビノは、 医学的に先天性白皮症と呼ばれる。ジェディアック、東症候群、ヘルマンスキープドラック症候群、グリシェリ症候群の合併症として起こる色素欠乏を白症に含める場合もある。アフリカ南東部、サブサハラでは、アルビノの体には特別な力が宿る。その肉を食べると特別な力を与えられるという、迷信から、臓器や体の一部など、 売却や食用とする目的で、アルビノの人々をターゲットにした殺人や誘拐が、後を絶たない。先天性白皮症は、メラニンの生合成に支障を起きたす、遺伝子疾患であり、その結果、メラニン沈着組織の色素欠乏及びそれに付随する、下記のような症状を先天的にきたす。ただしこれらには、大きな個人差があるこれらはすべて先天的症状で、 非進行性である。これら以外の点は、アルビノでない人と同じである。先天性白皮症の治療法は、現在のところ見つかっていないため、処置は、以下の対象療法となる。メラニンには、日焼けや DNA の破壊などの紫外線の害から、体を守る働きがあるが、アルビノの人にはこのメラニンが、極めて少なく、あるいは全く欠如しているため、日差しの強い日には、 短時間でも日光に当たっていると、皮膚が赤くなる日焼け、サンバーンをしてしまう。皮膚がん発病のリスクは、メラニン量の少ない北、ヨーロッパ系白色人種よりも、はるかにいい。がって、アルビノの人の紫外線対策は、非常に重要である。紫外線の影響を避けるためには日光に当たらない、ことが望ましいが、日常生活では、不可能である。そこで、 野外に出るときは、直射日光をなるべく避け、SPF 値が高く、UVA、UVB 双方をカットできる日焼け、止めクリームを塗り、長袖を着るなどの対策が必要である。また、目の組織も紫外線に侵されやすいため、UV、A カット機能のあるサングラスを着用すると良い。建物の窓ガラス等、外の光を建物の内部に入れるものには、UV カットフィルターを貼るなどすると、 さらに安心である。しかし、これらの対策をとっていても、完全に紫外線を取り除くことは、不可能であることを留意しておく必要がある。メラニンの生成には、チロシナーゼという酵素が深く関係している。メラニンは、以下の手順で生成される。このように、チロシナーゼはメラニンを合成していく過程で不可欠だが、アルビノは、遺伝情報の欠損により、チロシナーゼを生成できないか、 あるいはチロシナーゼは不活性のため、メラニンを生成できない。上記の第一段階、第二段階、第三段階の異常により、それぞれ下記の OCA2、OCA1、OCA3 の減少が起こる。目皮膚白皮症は、色素の欠乏が全身に起こり、外見上、目と全身の皮膚、体毛も含むに、色素の欠乏が認められることからこう呼ばれる。 メヒフ白皮症は以下のいくつかの方に分かれる。11番次染色体上のチロシナーゼ遺伝子の変異により起こる。1989年に名古屋大学のチームによって白皮症としては初めて責任遺伝子が解明された。全身に色素欠乏が起き、乳白色の皮膚にプラチナブロンド、あるいはブロンド、交際は無色、あるいは青や紫である。 OCA1 はさらに OCA1A、OCA1 倍と OCA1TS の3種類に分類される。第15つね染色体上の P 電子の変異により起こる。チロシナージェの活性はあるが、メラノソーム膜タンパク質の異常により、チロシン、メラニンの原料がメラノソーム内に取り込まれず、メラニンを生成できない。白皮症ではこのタイプが最も多い。 OCA1 と比べてメラニンが多く、毛髪はブロンドやブラウンなど、光彩は単性色や灰色などであるが、OCA1 バイトのように日焼けをすることはできない。第9つ目、ね、染色体上のチロシナーゼ関連タンパク質マイナス1遺伝子の変異により起こる。チロシナーゼによって生成された動パ機能をメラニンに変換する。 チロシナーゼ関連タンパク質マイナス1の異常によるもの。ルーファスアルバイネザムとも呼ばれ、毛髪は赤毛で、赤みがかった皮膚をしており、交際は褐色である。アフリカ南部やニューギニアで報告されており、白人やアジア系の人種からは、今のところ見つかっていない。一体後常染色体上の膜、関連輸送タンパク質遺伝子の変異により起こる。少量のメラニンを持ち、 人によって、色素沈着の度合いは様々である。ほとんどの人種では極めて稀であるが、日本人では、白皮症の4人に1人がこの方であり、日本人に特徴的な方である。X 性染色体上の G タンパク質強薬、受容体マイナス143遺伝子の変異により、起こる。性染色体上の遺伝子の関連症状であるため、反性遺伝により遺伝する。 眼球だけに現れる、白皮症で、皮膚や毛髪の色素沈着はほぼ正常である。目の色も人によって様々であるため、網膜検査で診断する。先にも述べた通り、サブサハラでは、アルビノの人体は、迷信的な呪術の道具に使用される。その用途は、富や北条を、選挙に勝つことだったり、病気の治療だったりと多岐にわたる。アルビノの女性と成功すると、 エイズが治ると信じられている地域もあり、それによるレープ被害も深刻である。戦術のサブサハラにおける呪術に使用されるために殺される他にも、その外見などからアルビノの人に対し様々な差別や迷信を持つ地域や人が多い。2014年11月18日、国連総会は6月13日を国際アルビニズム白飛症啓発デーと定めた。 2018年11月9日には日本で東京アルビニズム会議日本財団主催が開かれた。国連によると2018年時点の集計で過去10年間にアフリカ28カ国で約700件のアルビノへの襲撃があった。タンザニアの呪術ではアルビノの人体の一部を煮出したものが使われることからアルビノへの暴行や殺害が多発し、 その遺体が高額で取引されている。選挙で勝利するためなど、政治家の関与も疑われている。古くから白い動物は、その希少性や見た目の美しさから、神の使いや、吉祥の前触れなどとして恐れられてきた。アルビノも、例外ではなく、古くから信仰の対象として、地元の人たちに大切にされてき例がある。 タイの白蔵やヒマラヤのホワイトタイガーはアルビノではない。魚類、両生類、爬虫類などのアルビノは、希少性から効果で取引される種もある。俗日本期、ケイ慶ン運2年、768年9月11日上に、7月11日に赤い目の白い亀を得た記述があり、次の言語である、放棄は白亀が多く献上されたことに由来する。このも、 白亀が出現したことにより、改元した言語であり、古代ではたびたびアルビノの亀が、言語の由来となっている。白変種は劣性遺伝で生じた白い個体であるが、アルビノとは別の遺伝形質で、発生のメカニズムや関係する色素が異なる。植物のアルビノでは、光合成色素以外の色素の合成が、可能な個体では紅葉と同じ原理で、それらの色が定される。 よく知られる事例では、球状サボテンのアルビの個体である、ヒボタンがある。ヒボタンも、単独では、古紙に至るが、柱サボテン台などに接ぎ木することで、大の光合成産物を受け、古紙することなく成長する。なお、光合成色素を部分的に合成できない場合は、不入りと呼ばれ、これは単独でも、独立栄養で成長する。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。